こんにちは、アラサー夫婦です。今回は SPYD 最高12月分配金驚異の 297% 増配というテーマでお伝えしていきます。米国高配当株 ETF SPYD の12月の分配金が発表されました。こちらです。直近の分配金が 0.507258 ドルということで、前年同期比でなんと驚異の 297.6% の増配となりました。びっくりしますよね。これ何かの間違いじゃないかと思うかもしれませんが、何度も計算して間違いありませんでした。そして2022年1年間の分配金は前年比で 28% の増配となりました。 SPYD ホルダーの皆さん、本当におめでとうございます。今は12月ですが、SPYD にも春が訪れました。そして直近の配当利回りは 5.05% です。ただこちらは今回発表された分配金が年4回支払われた場合の利回りです。直近1年間の分配金から求めた配当利回りは 4.85% です。かなり利回り上がってきましたね。今回の動画では12月の分配金情報、現在の保有銘柄セクター比率、アラサー夫婦の運用実績、そして今後の投資方針についてご紹介していきます。最後には投資の目安を一目で判断できる利回り表も紹介してますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。こちらがこれまでの配当推移になります。今回発表されたのが12月の分配金 0.507258 ドルということで、前年同期比で 297.6% の増配となりました。この12月の分配金の金額自体はそこまで多い金額ではなかったんですが、前年の12月の分配金がなんと 78.9% 減配していたんですね。金額は 0.127557 ドルだったんですね。昨年の分配金額がめちゃくちゃ少なかったので、今回これだけの増配率となっているわけです。2022年1年間の分配金が 1.983 ドル、 28% の増配となりました。これまで2020年2021年と2年連続減配が続いていたので、今回やっと増配してくれてほっとしています。今年は歴史的なインフレに利上げといろんなことがありましたが、安定して分配金を支払い続けてくれましたね。こちらがそれぞれの分配月ごとの配当推移です。この2022年の分配金は過去最大の分配金額となりました。昨年の12月、まさかの大減配だったので、今年の12月もそうなるかもと不安に思っていましたが、その不安も吹き飛ばして過去最大の金額となりました。こちらが利回りの推移です。今年に入ってからかなり利回りが低くてですね、特に前半は 3.5% ぐらいしかありませんでした。ただこの後半になってきて少しずつ利回りが上がってきてですね、今回増配が発表されたので利回りもぐっと 4.8% まで上がりました。大体の過去平均は 4.2 から 4.3% ぐらいなので、今はそれを上回っていますね。こちら増配率です。見ての通り安定感に欠けて癖が強いですね。減配と増配を繰り返している感じです。ただ今年の 28% の増配は他の ETF でもなかなかない増配率なので、これは本当に驚異的な数字ですね。SPYD は S&P500 指数の中から利回り上位80社を均等配分して組み入れられています。年2回1月と7月にリバランスがされます。SPYD の特徴としてよく言われているのが株価が上昇しにくいということです。なぜかというと SPYD は高配当の銘柄をどんどん集めていく ETF なので、増配して利回りが上がった銘柄だけではなく、株価が下落して利回りが上がっている不人気銘柄も組み入れられるからです。一方で減配して利回りが下がった銘柄や株価が上昇して利回りが低下した銘柄、これらは除外します。
特に株価が上昇して利回りが下がった銘柄を除外するので、高配当だけど株価は上がりにくいっていう現象が起きてしまいやすいんです。では実際に株価見てみましょう。こちら年初来の株価推移です。濃い青色の SPYD の下落率が一番高いです。-3.61% です。VYM で -1.44%、HDV で +3.94% です。加えて SPYD 設定来から現在までの株価推移を見てみると、2020年にあったコロナショック時の下落率が高いのも目立ちます。加えて今年の下落相場でも大きく下がっているので、暴落体制が弱く株価が上がりにくいっていうのがわかりますね。ただ SPYD の強みは株価ではなくて分配金です。分配金に比重を置いた ETF ですからね。配当金を含めたトータルリターンを見てみると、この黄色のグラフが SPYD です。赤色の HDV を上回っています。加えて、コロナショック前までのリターンを見てみると、実は VYM を超えてリターン一番高くなっています。だいたい黄色の SPYD が青色の VYM を上回っています。次に過去10年のトータルリターンで見てみましょう。ここでは SPYD が連動する指数 S&P500 ハイディビデンドインデックスを用いて比較していきます。ここではよく比較される S&P500 指数と比較します。結果は S&P500 のトータルリターンが 13.11% に対して SPYD の指数は 11.58% でした。どうでしょう皆さんこの結果。個人的には思ってたより差小さいなというふうに思いました。ここ10年 S&P500 のリターンはかなり高かったので、もっと大きな差が開いているかなと思っていました。もう少し期間を長くとって、過去31年のトータルリターンで比較してみましょう。SPYD の指数は1991年1月18日に設定され、この時基準は1000でした。そこから2022年12月13日時点では、32,788 まで増加しています。なんと32倍です。一方 S&P500 は 370.28 だったのに対して現在 8,503 です。23倍なんですね。この期間で比較すると圧倒的に SPYD の方が S&P500 を上回っているんです。この結果からも SPYD のリターンについてはもう少し長期で見ていく必要があるなと思います。どうしても SPYD の設定日が2015年なので、その期間で比較されてトータルリターンが劣ると言われがちなんですが、指数を用いて長期で比較するとそんなことはないということです。SPYD の現在の上位10銘柄がこちらです。有名どころで言うとヘルスケアのギリアドサイエンシスやエネルギーセクターのエクソンモービル、シェブロン、SPYD を運用しているステートストリート社も入っています。上位10銘柄で全体の 15.6% です。SPYD は80銘柄に均等配分するような指数なので、上位10銘柄の比率が低いです。一方 HDV は上位10銘柄で 55% 占めていますからね。そういう意味では SPYD は分散が効いています。ちなみに他の代表的な銘柄がこんな感じです。モルガン・スタンレーやシティグループ、アッビーやベライゾン、AT&T、インテル、IBM、フィリップ・モリス、アルトリアグループ、3M、こういった優良企業も入っています。S&P500 の中から選んでいるだけありますよね。現在のセクター比率がこちらです。一番比率が高いのは金融で 21.56%、2番目が公益事業 15.16%、3位が不動産 14.45% です。SPYD は不動産の比率が高いのが特徴ですね。他の HDV や VYM には全然組み込まれていません。4位がエネルギー 9.95%、5位が生活必需品 7.98%、6位がヘルスケア 7.44% と続いています。以上ここまでが SPYD の分配金情報と現状についてでした。ここから SPYD の運用実績を紹介していきます。こちら、証券口座の画面です。SPYD は特定口座と一般NISAの口座で運用しています。合計749株保有していて、取得単価は28.6ドルです。
この取得額に対する利回りは 6.92% まで上がりました。 SPYD はコロナショック時にほとんどまとめ買いをしたまま、ここ 1,2 年は全然買ってないですね。そのおかげで利回りも上がってきました。運用実績をまとめると、投資額が230万円、評価額が414万円、含み益が184万円、これまで受け取ってきた分配金の合計が 25.3 万円ということで、トータルリターンが 91% となりました。 SPYD でこれだけリターンが得られれば十分満足です。円安の波にもうまく乗れました。今後の投資方針については、保有分は長期ホールドします。今円安でなおかつ株価も上がってきているので、一旦売却しないんですかというコメントもいただくんですが、私はもうシンプルに長期ホールドします。売買を繰り返すことで手数料も取られますし、まあ、そういったことを考えるのもストレスなので、もう長期ホールドしていきます。で、新規買い付けについては一旦ストップしています。これまで通りちょっと様子見といった感じですね。やっぱり SPYD は暴落時にまとめて買うのがいいなと個人的には思っています。とりあえず保有分で配当金をもらい続けながら、他の VYM や HDV、VIG などの比率を高めて、ポートフォリオ全体の安定感を強めていきたいと思っています。今後も SPYD を保有し続ける理由としては、やっぱり高い配当利回り、これが一番の魅力です。加えて緩やかな株価上昇、これもちょっと期待しています。米国株全体が今後も上がっていくのなら、その恩恵を受けて高配当株も上がっていくと期待しています。加えて SPYD がインデックスファンドを上回るという期待もちょっぴりしています。先ほどご紹介した通り、過去31年では SPYD の指数は S&P500 をトータルリターンで上回っています。加えて株式投資の未来でおなじみのジェレミー・シーゲルさんも、高配当株戦略は素晴らしいと書籍で書かれています。ちょっと古いデータですが、1957年から2003年までの間では S&P500 指数よりも S&P10 種、 S&P500 の高配当10銘柄の方がリターンが高くて、なんと S&P500 の6倍以上のリターンを出していました。もちろん過去のデータなので、今後どうなるかは分かりませんが、10年後、20年後上回っていることを期待して、今後も保有していきたいと思います。最後に SPYD の利回り表を載せておきます。こちらは2022年の1年間の分配金 1.98 ドルで計算して求めています。アラサー夫婦が投資を開始する利回りの目安として、以前の動画で利回り 4.5% と紹介していました。株価にすると現在44ドルです。今超えていますよね。現在利回りは 4.8% ですからね。なので現在の水準は過去平均から見れば利回り的には割高ではないと思います。ただですね、今回の増配は本当に驚異的だったので、来年は減配する可能性も当然あります。なので慎重に行きたいっていうのが本音なところです。皆さんはどれぐらいの利回りで投資開始していきますか？ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。最後に無料おすすめ書籍2冊のご紹介です。どちらも定価1500円する書籍が現在は無料で読むことができます。メールアドレスなどを入力するだけで PDF 版と書籍両方が無料でゲットできます。B コミさんの書籍では高配当株の始め方やポートフォリオの組み方、タイプ別の資産運用が紹介されています。幸せなお金の貯め方、稼ぎ方、使い方では資産形成のベースとなる知識を体系的に学ぶことができます。特にセミリタイアするために重要な目標設定など詳しく書かれているので、ぜひ読んでみてください。ブログで受け取り方法も解説しているので、概要欄をぜひチェックしてみてください。1分ほどでできますよ。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。